おったれ、覚悟せや。菊池殿、腹は決まっておろうな。当然羽柴方につく了見であろうの。つらたんです。何よね、それ。どう考えても織田徳川連合軍が勝つに決まっておるわ。何を申すか。かわいそうやな。羽柴殿もあの程度の軍勢で我ら、さっさ軍に勝とうというのか。いや、さっさ軍というより、徳川織田連合軍に勝とうというのか。肩払いたいわ。出直してまいれ。何をたわけたこと。あの織田の総大将は誰が務めておると思っておる。あの、いらんことしのアホめが。何もやらかさぬと思うておるか。さようじゃ。いや、しかし、じゃがわしは成政殿には恩義を感じる。今ここで成政殿を裏切るわけには。竹勝殿、そなた先の能登での戦においても散々に迷うた挙句、上杉方についた末、新参をなめ大敗を喫したやろう。かろうじて生き延びてはおられるが、こたび判断を見誤られればその命あると思われるな。さあ返答やいかに。いやいや、つらたずの、いや、何を申す。後日来られよ。後日ならぬ。まっすぐじゃん。早いたぜ。おれ、早いたぜ。仕方そうやないか。わしみたいな不幸の者がそなたらの味方になってよかったのは、わいだのは幸せもんじゃ。わしの力があれば、この戦勝てるわ。よかったの。よかものみが。なんじゃ。何様のつもりじゃ。ついてやるじゃと。何が百人力じゃ。おお。岸田がわせて、
いただきますやろうが。待って、たかだか命を取るのではないか。なんでじゃ。ええもん飲むよ。わかった。前田様に直接謝ります。すまぬ直接従わせていただきます。大事ないか、こんなに傷ついて。すまぬ、ようやった。もう安心じゃ。ようにを取るぞ。甲冑、我が小室家の家宝にいたしまする。これからも頼むぞ。よう励め。